ましたけども今日は何をするかと言いますと、欅坂46の振り付け素人が考えてもわからない説、東海オンエアさんからやっていて、そうですね、ぜひ見てみたいなと、ね、ダンスを売りにしてる者たちとしてはね、あ、そう、誰か犯罪したなんかお呼びなんかやばいんじゃない2人犯罪だろこれ聞いたつきゃいよ、考えたダンスだったら分かんないんじゃないかなっていう、この素人の3人はそうっていうのをうますぎてね、そうそうそう、3個一応作ったんですけど、1つが本物で2つが私2人で考えた偽物の振りになってます。楽しみ。だからどれが本物かを当てるゲーム、うん、本物を当てればいいんだよね。そうです、結構余裕ですね。メガネこちらとしては何時間かけて作ったの？徹夜で作りまして、汗だくになって途中でね、なんかティムタムとか食べながら、あれは一人一人だけ自分かよやっていきますか、早速それでは早速やっていきます。シャーまずはまで1番目のダンスです。はい、これちょっと一緒に見てくださいYeah.
っていうならもう一回くらい。ああ、いいね。なんか三つ三番もう一回。確かに。二番大丈夫だよ。もう。いいいいいい。別にいいかちょっともう二択に絞ってる。でも結構マジで一三はもう多い。どこどこいるこい。もしかしたら、あ、でも、一番に言う。うん、一番。
1番の方がちゃんと踊れてたの。そう、だから3時間練習したってたから、うん、めっちゃ相当クオリティ高いんだろう。そこが1番だったから1番、うん、しかもなんか始まっても1番じゃないってなったら、ね、そう、え、最後の番大成功。はい、ということで終わりましたけども、いやー騙されました、騙されました。セスは、うん、ってことはセスは一生すげーわ、違いました、やばいよ、結構ガチだよ。ゾンビが今度はしかね、バカにしても全然高かった、かっこよかった、すげえ、本当に分かんないよ、分かんなかったね、うわぁ、騙された人はコメントにナンバーだと思いました、あ、でほしい、はい、お願いします。今第2弾が見たいと思った方はグッドボタン、コメントお願いします。2人ダンス上手くねと思った方はグッドボタン、コメントお願いします。チャンネル登録もお願いします。そして TikTok もお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。